どうも、ナゴさん TV です。今日はこちら、家でいらなくなったハードディスクをテレビにつないでみようと思います。ソニーのテレビはご存知のようにハードディスクをつなぐとテレビの映像が録画されますよね。で、今までこちらのブルーレイを使って録画してたんですけど、このテレビに変えて USB でハードディスクをピュッと差し込むだけでこちらに録画できるっていうことを知りましたので、本当にできるかどうかちょっとやってみようと思います。今回のハードディスクなんですけど、こちら、ロジクールの60ギガしかないんですよ。こちらが、超高速の64ギガのマイクロ SD カードなんですけど、こちらよりもはるかにでかいのにちっちゃいという昔のものです。で、ソニーのホームページを見ると推奨されているハードディスクはこのメーカーのこれですよっていうページがあるんですけど、それ以外でもつながるということだったので、ちょっともうめちゃくちゃ古いやつ、10年ぐらい前に買ったやつなんですけど、こちらで試してみようと思います。はい、テレビの後ろにやってきました。 HDMI の 1,2,3 端子の横に USB ハードディスク録画という USB のポートがあるんですよ。で、こちら側にも実は USB のポート 1,2 とあるんですけど、録画用はこちらのようですので、こちらにこれを差し込んでみようと思います。ガッチャッと、あれ差し込めない、わからない。さてさて、繋いだんですけど、メディアプレイヤーでコンテンツを見る、多分ハードディスクの中を見るというものだと思うんですけど、多分録画するときにはこちらの録画用機器として登録、こちらにしなくちゃいけないと思うんですけど、まず何が入ってるかちょっと確かめてみようと思います。はい、リモコンでピッとすると、おおおおお、ハードディスクに入っているコンテンツが見れるみたいですね。あ、すごい。あ、これ昔々撮った海外のドッキリ番組の録画のものなんですよ。だから男の人が喜んで、そういう番組ですね。はい、ピッと。これは全部いらないですね。海の画像とか見れるかな。あー、見れる見れる見れる、いいねいいね。海の画像が映ってるか。あ、映っとる、いい。あ、2006年、入った、おー入った、おー、2006年の8月の映像。はい、戻ろう。はい、こちらのハードディスクは使えることが分かりました。で、次なんですけど、マイクロ SD カード、これ32ギガしかないものなんですけど、これを USB の、なんて言いますか、 USB のところにこう突き刺すとパソコンで認識できるようになるんですけど、これがテレビで使えるかどうかをやってみようと思います。はい、差し込みました。さあ、どうなるか。さっきはしばらくしたら、おっ、出てきた出てきたよ。さてさて、この録画用機器として登録を選んで決定を押します。すると録画用の機器に登録しますかという画面が出てきますので、はいにします。これハイにすると SD カードの中身は全部消えてしまって、ソニーのテレビ用のフォーマットになってしまうので、それは気をつけてください。はい、ハイにします。ハードディスクないんだけどね、 SD カードなんですけどね。はい、すると32ギガしかないものだから、多分ね、フォーマットしてるんだと思うんですけど、できるでしょうかね。じゃん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 、これどれくらいかかるかっていうのもやってみたいでしょうね。その1テラとかすごいハードディスクか、今みたいに32ギガしかないか、例えばこういう64ギガあっても超高速の SD カードなのか、
っていうことによってこの登録の時間が違うのかもしれませんね。おで、OK、できましたよ。はい、よし。さあでは登録してみましょう。番組表を出して、例えば逆転にしてこれを、録画しますね。この録画予約っていうのをするんですけど、そしてここ録画機器っていうところを選ぶんですよ。これをペット押すと、ほら、レコーダー1って出てるでしょ。今、この、SD カードはこの録画用ハードディスクになってるんですけど、ブルーレイをつないであるので、レコーダー1っていうものも出てきてます。これを録画用のこれにピッとします。そして、予約確定。ハードディスクの容量が、ハードディスクの容量が少ないので、まあそうやね。何も入ってないから、はい、さあできるでしょうか。さあ今録画中なんですけど、テレビを見るとここにピンクと赤のランプがついてます。これが今ハードディスクに録画してますよという印のようです。さあどうでしょうか。やっと録画が終わったようです。ちょっと撮ってみたかったんですけど、50分の番組を撮ってしまったのでなかなか確認ができませんでした。さあこれで撮れてるかどうかを確認してみたいと思います。入力切り替えで、録画機器じゃなく、あ、そうだね、録画機器を選びます。さてすると、お、入ってます、入ってますよ。ちゃんと見れますでしょうか。そうやね、入ってますね。よしよし、早送りできるか。できます、早送りできます。ちゃんと撮れてました。しかもこれ SD カードに録画したんですよ。ソニーのテレビはちっちゃなちっちゃな SD カードをハードディスクとして認識するようで、そのちっちゃなちっちゃな SD カードに録画することができました。おめでとうはい、こちらが今回録画したSD カードです。この小さな小さな SD カードを USB 接続することでソニーのテレビに登録することができて、録画することも再生することもできました。おめでとう。はい、ご視聴いただきありがとうございます。またいろいろなことやっていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ちなみに今のテレビを録画した SD カードをパソコンにつないでみました。するとどういう画面になるかというと、3つのフォルダーになんか勝手に分かれてますね。この全部を開いたんですけど、パソコンでまあ当然だと思うんですけど、中身を確認することはできませんでした。